ただの人間ではない。30分後に管理局サーバーのレベル5。ここまで念入りにシュレッドすると機密情報か。
場所があったではね。ん？何？この数字は。なるほど。トラップか？面白い。私を舐めるわよ。クリアだな。まあまあ楽しめたよ。ここが目的地だな。写真、糸か。医局局長だと。閲覧不可か。なるほど。
機密扱いの論文か。見ようの。やはりあれはイトカが起こしていたんだな。刑事、黒い翼の者よ。私に刑事を。なんだ？あんたらは地上へ行くというの？本当にそんなところへ行けると信じてるのか？そういうことは他の同志の前であまり口にするなよ。分かっている。あんただから聞いてんだ。当然行けると思っている。だからこそこの組織にいるんだ。地上が存在するとして、管理局はなぜそのことを隠す必要があるんだ？さあ。さあ？わからないのか？記録がない。だがおそらく伝統だろう。伝統？大昔、地下に潜った頃の政府にとっては一般市民に知られては不都合なことが何かあったのかもしれない。だが今の管理局はどうだろうな。市民はもはや
地上のことなど全く気にせずに生活している。知ったところでこの生活を捨てるとも思えない。まあそうだな。だから管理局が地上の存在を必死に隠す必要も実はないわけだ。つまり管理局は過去の慣習から惰性で隠しているということか。断言はできないが、おそらく。じゃあ我々は管理局に立てつく必要なんてないんじゃないか。勝手に地上へ行ってしまえばいい。それもそうだな。だが地上への鍵を開くものが必要だ。うん、教わった教義にあった黒き翼のものだろ。そうだ、地上へ導いてくれる資格を持つものだ。管理局はその可能性を潰しかねない実験をしている。だから私たちは戦う。実験？そうだ、それによって管理局は世界をねじ曲げようとしている。この閉ざされた世界を安泰に守り、己の地位を守る、そんなことのためだけに地上へ満たされるはずの恵みを使い切ってしまおうとしている。それではダメだ。人々は地上へ解放されなければ。そして解放されるためには黒き翼の者の導きがなければいけない。黒き翼っていうのは神の使いみたいなもんなんだろ。さっさと導いてくれればいいのにな。神の使い？いや、人だ。そうだ、それは我々の中にあって、必要な時が来れば黒き翼のものとなる。誰だか分かってるのか？いや、それはクロエとなったものが出会う。クロエって、あんたが今度襲名する新刊のことか？そうだ。あんたが黒き翼のものと出会えば、みんなは地上で生きられるようになるのか？伝承の通りであればそうなるな。ヤステの RPG 界。で、あんたがクロエを襲名したとして、その黒き翼とはどう出会うんだ？目印でもあるのか？大空を自由に飛べる翼を生やしているんじゃないか。冗談を言うなんてあんたらしくないの。自由に飛べる翼を生やしているのか。
地上に解き放たれる未来をねじ曲げてしまう。管理局が作った欲望の化け物だ。あいつがいたのでは、私は本当にクロエになれた。刑事は疑いなく刑事でなければならない。起きろ、イトカ、起きろ。何？クロエ。見てほしいものがある。来てくれ。でも、クロエ、私、まだ眠い。確認が終わったら、また好きなだけ寝させてやる。だからほら、立ってくれ。もう。どこへ行くの？近くの端末だ。心配するな。そう歩かない。さあ、いいとか。座って、これをかぶるんだ。これ？仮想現実空間にダイブする。嫌だよ。そんなことやったことないもん。怖いよ。怖くない、楽しいぞ。私も一緒にダイブする。クロエも一緒に？ああ、本当に楽しい。数字や文字がビュンビュン飛んでる。綺麗だぞ。そうなんだ。じゃあ、行く。ここは異曲だな。
お前はここに入院して、しかもかなり長いの。違うわ。何のため？分からない。実験だね。いろいろいじられただろう。脳波を取られチューブにつながれ。やめて。投薬され、もしかしたらメスも入れられたかも。やめて。私が減るところに私は誰かの過去の人間になるたびに。なるほど。で、どうしてそんなものが？わからないの。私にもわからないの。そうか。タイムリミットだ。お前の侵入がスイーパーに見つかったんだ。約束だ。確認は終わった。好きなだけ眠らせていい。おやすみ、いとか。クロエ、私に起こった刑事はこんなものが起こして偶然などではない。刑事はあった。私は黒き翼のものを地上へと導かれる運命になった。